こんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。安田彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、科学の力を使って、あるものを消す実験をしたいと思います。うわー、すごい楽しそう。安田彦くんは何か消したいものとかある？僕の過去。ということで、おい、反応しろ、反応。早速実験してみましょう。はい。それでは今日もレッツサイエンス。今回使うものはサラダ油と小さなコニカルビーカーと大きなビーカーです。まずはこの小さなコニカルビーカーを大きなビーカーの中に入れます。続いてこのサラダ油を大きなビーカーの中に入れると、なんと小さなコニカルビーカーが消えちゃうんです。本当に？さあどうなるかな。じゃあ3、2、1で一緒に入れてみましょう。3、2、1。じゃあ入れます。さあどうなるかな。感じでまだ見えますよね。はい、まだ見えますね。こっからどうなるのかな。あれあれれれれれれれ、うわ、コップの下から全部消えてきた、消えてきた、だんだん消えてきたね。うわ、消えてきたね。ごい、完全に消えた消えた。どう？じゃあ。これどういうこと？これ。消えました。完全にコップが消えました。消えました。はあ、すごい。先生。はい。なんでコップが消えちゃったの？それはね、物を見るときは空気との屈折率の違いで認識します。油とガラスの屈折率はほとんど一緒なので、ガラスがないように見えました。なるほど、そういうことだったんだね。そうなんです。すごい楽しかったこれ。楽しかったでしょ。これね、ただお家でやる場合は油をたくさん使うので、お母さんが天ぷらとか作る日とかにやってください。なるほどね。そうやって気を使ってあげてくださいということで、僕も今度この油を使ってあなじろうお兄ちゃんを消してみようと。お兄ちゃん。消せるかな。頑張ってみます。頑張ってみます。はい、油吸収するかもしれないけど頑張ってみます。吸収するかもしれない。はい。油かけてね。油かけて。やってみようかじゃあ。はい。いいのかなこんなこと言って。じゃあ今日はこんな感じで皆さんお家でもやってみてね。それじゃあまたね。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。